そんな中でですね、もう今日、まあ一番倒れたのがこれでしたね、私ね。参政党の神谷氏、国葬を欠席し、札幌のタウンミーティングに行くとツイート、朝。すごいですね。まず私、この画像を見たんですね。国葬欠席。他の打ち合わせが入っているため欠席。他の打ち合わせって何って。打ち合わせぐらいお前なんか調整つくやろって思って、なんか他の方から教えられてみたら、自分でツイートしてるんですね。今日国葬ですよ、あなたっていう。私今から北海道に研修とミーティングに向かいます。タウンミーティングはまだ少し空きがあるので、北海道の方はご参加ください。だってこれお金取りますからもっとお金欲しいんですって。おーいと。いや、私はこの人はまあ、ひどい人だとずっと言ってきましたけど、いや、ここまですごいのと思いましたけれどもね、これ皆さんどうですかね、これ。参政党支持者の皆さん、これいかがですかね、これ普通ですか、皆さん。で、これですよ、だってもともと。これ。で、なんか、晋三氏が亡くなった時はもう大変お世話になりましたみたいなことを書いてるわけですよ。で、これですよ、これ。これ、森友学園に彼が入ったのはですね、晋三氏に近づくために森友学園にまで入ったんですよ。で、国葬に行かずに有料セミナーを主催と。これ普通ですか？いや、私はもうこれは、本当にわからない。いや、まあ、こう本当にひどいと思いますけどね。大丈夫ですか、これ参政党の皆さん。で、まあ今日のセミナーはこれじゃありませんけれども、まあ今日はあの1000円のセミナーですけれども、これ1000円のセミナーに行って何してるかっていうと、18万9000円のセミナー買ってくださいってやってるんですね。これ選挙に出るためには、もう参政党から選挙に出るためには、18万9000円のセミナーを受けないと、選挙に出れないと。まあ一応、オンラインならば6万6000円ですよと。でもどっちかは選挙に出るためには受けてくださいねと。選挙に出れるよという人参をぶら下げてセミナーを売りつけると。いや、このセミナー、しかもこのセミナーですね、これもう YouTube に無料で落ちてるような、これもうよくある人のよくある話ですね。これ必ず YouTube に無料で落ちてますよ、これ。この人たちの話。これをパッケージにして、18万9000円で売るんですから。これに18万9000円を払ってしまうようなですね、これはもう本当に社会を分かっていない人たちをですね、もう私はもう議員にすべきではないし、こんなことも分からない人はもう議員になってほしくないというのがもう、私政治業界にいる立場としてもう本当にそうです。今日北海道に行って、これを売りつけるという、こういう行為を何て言うかというと、情報商材業と言うんですね。いわゆる情報商材ですね。情報商材業界についてあまり強く語りませんが、まあ、基本的にネットワークビジネスみたいなもんですね、ここはね。本当にそうなんですよ。まあ、知ってる人はわかると思いますけど、まあ、今日はあまり、まあもうここメインじゃないんで。これ情報商材業屋さんじゃないですか。しかもですね、こちら、神谷氏が、自分たちの支持者にこう言っていること。昨日も言いましたが、参政党の党員はスクールクライを受けてください。昨日も言ったんですね。今日も言ってるんですね。まあ、これはちょっと参考文献でございますけど、こちらは、文鮮明の三男が、信者の方を恫喝していると、蹴りを入れている映像でございますけれども、これはまあたまたまここに参考文献として置いているだけですが、毎日のように党員に18万円のスクールを買えと言うと、蹴りは入れてないですけど、同じじゃないですかね、これね。いやー、というセミナーを売るためにですね、お世話になった安倍晋三氏の国葬を欠席して、情報商材業に徹されてると。いや、すごい。国会議員。私は今日、国葬をご利用しして失敗した人を見ました。他人の葬儀にデモをかける人を見ました。
国葬を欠席し北海道に集金セミナーに行く人を見ました。死者への弔いはどこに行ったんですかね。今日何の日ですか、これ。これが日本かと情けない気持ちで本当にいっぱいでございます。